向こうに人だかりが。おい、御前試合に出る者はおらぬか。ここで御前試合に出られるみたい。ただこの姿のままでは。勝ち取ればなんと信長様から直々に褒美を賜ることができるぞ。あの武者の姿を覚えればいいか。よく姿を見て。世の庭に珍しい蝶が迷い込んだ。恋がどうやら波のものではないな。私のこと何か怪しまれている。恋、奥だ。茂みの奥。足が隠れて。姫ならばこのままつまずくしか。この方はきっとかの有名な。世を下に敷くとは遠慮のない客人だ。申し訳ございません。まさか人がおられるとは。動くな。どこか不思議な花がある。だが妙な目つきで何を眺めていた。そのなりで御前試合に出たいわけでもあるまい。まさか誰ぞの差し金で世の命狙いに来たか。あの、どうかお話しくださいませ。ならぬな。お前の素性を知るまでは。あ、これは失礼を申し遅れました。私の名は信長様。どちらにおいでですか。弟君がいらして。あ、これは何をなさってらっしゃいますか。邪魔するな、ラン。ラン？あ、きっと。ですが信長様が日中から女性と戯れるなど、それではまるで秀吉殿と同じ。落ち着きなさい、蘭丸。兄上、そちらの可愛らしい姫は？もしかして。世の胸に勝手に飛び込んできた。素性なら今聞いていたところだ。疑念だそうですよ。これはご挨拶が遅れました。私は明智光秀が妹、桔梗と申します。以後お見知りおきを。光秀殿の妹君。ああ、そういえば先日光秀殿がいらした際に妹を住まわせたいと願い出てらっしゃいましたね。ああ、光秀が変わり者だと申していたあれか。あの信長様、失礼を働き申し訳ございません。どうぞお許しください。簡単には許すものか。さてどう償ってもらうか。釜茹でにするもよし、八つ裂きにするもまたよし。兄上、そういじめてはおかわいそうですよ。本気にして怯えてなさるじゃありませんか。ふっ、信之に免じて見逃してやろう。ありがたく思え。ありがとうございます。お気を悪くなさいませんように。兄上は冗談が過ぎるだけで根は悪い方ではありませんので。信之、貴様は何用だ。信之。ひどいですね。兄上が僕を呼ばれたのですよ。軍の者を御前試合に出せとかで。なるほど、この優しげな方が信長様の弟君で、そして隣が森蘭丸、
確かに強そうだけれど、私を見つめる目が険しい。どうして？おう、そうだ、もしよかったら。桔梗姫でしたね。明日城で御前試合があるんですよ。光秀殿と見にいらっしゃい。わかりました、兄様にも伝えておきます。ではな、余の城に来れば歓迎するぞ、桔梗。あれが織田信長、全てを見透かすような目をしていた。武者たちが一心に鍛錬をしている。演技するにはちょうど良さそう。対象をよく観察して。対象の姿は忍法帳に記憶した。誰かの目につかないうちに早く戻ろう。武者の姿は覚えた。先ほどの庭に戻ろう。あ、誰かこちらへ歩いてくる。ずいぶん派手な装いだけど。うん、もしかして、もしかするのか、もしかしちゃうのか。は？おお、品の良い装いに都市格好も聞いていた通りと、十中八九間違いねえだろう。出向く前に巡り会えた深い縁を感じちまうぜ。あんたが噂の桔梗姫だな。はい。いいね、こりゃ予想以上の霊人さんじゃねえか。花のかんばせが日の下でキラキラ輝いて、まさに咲き誇らんばかりだ。ああ、それはありがとうございます。失礼ですが、あなたは？悪い、あんまり感激したもんで名乗るの忘れてた。織田の家臣、羽柴秀吉だ。よろしくね、お姫さん。羽柴秀吉といえば、農民から織田重臣にまで上り詰めた大出世人のはず。頭の切れる将だと聞いていたけど、この人が。とてもそんな風には。そんなにまじまじ見られちゃ顔がほてっちまうよ。お姫さんのおかげで熱が出たかもしれねえな。ちと見てくれるかい。あの、どうだい、恋の熱を感じねえか。突飛すぎてどう対応していいか。あれ、固まってらかわいそうに。ときめきすぎて動けねえのかな。姫としてどう反応すべきだろう。とりあえず距離を取って。ん、少しずつ後ずさってないか。まあ待ってくれよ、今日のところはこいつを渡したいだけだからさ。ほら、金色のひょうたん。うん、いかにも縁起良さそうだろう。しかも色っぽい。色っぽい？ひょうたんってどこか悩ましげな形してると思わねえ？俺好きなんだよな。というわけだからさ、それお近づきの印にもらっといてくれ。何がというわけなのかわからないけど、あの、このひょうたん金箔が貼られていますよね。こんなに高価なものをいただく道理が。恋に道理なんざあるもんかい。あんたの気を引きたいから贈り物をした、それだけだよ。秀吉様、どちらにいらっしゃいますの。私たちにお付き合いくださる約束ですわよ。あ、そうだったそうだった。お姫さん、お名残惜しいがこれにて失礼するよ。そうそう、ひょうたんの礼でも言いたくなったら俺の屋敷に遊びに来てくれよ。いつでも歓迎するからさ。そんじゃ、おさらば。あの、あった、
今礼を言っちまうってのはなしだぜ。もちろん返すってのもなしだよっと。奔放というか、慣れ慣れしいというか、何より相当な女好きのよう。ああいう出会いは正直少し苦手かも。この瓢箪、良い品なのに色っぽいなんて言われるとどうしても偏った目で見てしまう。気を取り直して武者に化けよう。早速忍法帳を開いて。よし、うまく演技できたみたい。午前試合の参加者はいないか。今こそ腕試しの時だぞ。集まりが悪い。最近の若者は器用で困るわい。いいでしょうか。ん？午前試合に出たいのですが。上から下までジロジロと。怪しいところでもあるの？結構骨のありそうなものもいるではないか。さあさあ、この帳面に名前を書かれよ。はい。ほう、名は七助か。七人兄弟の末っ子か。ずいぶん兄がいるんだな。光秀殿、なんだってこの名前にしたんだろう。試合は修練所で行われる。向かわれるがいい。応援しているぞ七助。修練所か。早速行ってみよう。人が集まっている。もう始まるみたいだ。本日はお日柄もよく、ご参加される皆様におかれましては。秀吉、前工場はいらんわ。さっさと始めろ。第一、貴様も出ろと命じたはずだが何をしている？いやいや、勝負を見極める目利きも重要なお役目ですから。信長様だ、秀吉殿まで。つうことで前置きはここまで。恒例の午前試合をただいまより始めますとね。お信長様の御前か。情けないところはお見せできぬな。無論だ、名だたる武将も見にいらっしゃってるのだから。本当だ、光秀殿も来ている。それでは第一試合開始。やっはっ。それでは第九試合、七助殿対金兵衛殿。はい。見覚えない顔だな、新入りか。残念だがこの金兵衛、試合とあっちゃ容赦はできぬ。恨むなよ。よろしくお願いします。私とて忍び、あらゆる武術について血のにじむ修行を続けてきた。雇い主に甘く見られるわけには。私の腕、とくとご覧ください。ここまでか。あの七助とかいうもの、いい動きするじゃないですか。試合は次々と進み、そして。さて、次は七助殿と。おっと、なんだ、大本命のご登場ときたか。来た、森蘭丸。勝てる気がしない。手加減無用です。どうぞそちらからかかってきてください。いや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 。では
勝負始め。勝負ありましたね。もう少し打ち合うつもりだったのに、一瞬で切り返されるなんて、流れるような剣さばき。やっぱり番狂わせは起こらないか。ランメ、なかなかやりよる。褒美はあやつに授けることになりそうだ。さすが兄上の故障ですね。参りました。お見事です。七助、聞き覚えのない名ですが、最近入場したものですか？ここは方便で言い逃れするしかない。はい、お初にお目にかかります。森殿。乱丸、俺のことは乱丸で結構です。笑った。今の戦い、勝ったのは俺でしたが、鍛え抜かれたいい剣でした。ありがとうございます。そんな、森殿からお褒め。乱丸から認めてもらえるとは嬉しいです。いえ。ああ、俺は次の出番を待たないといけませんね。では七助、失礼。高みを目指す良い目をしていた。さすがは信長様の故障。光秀殿、外に出ろということ？確かに、もはや長いは無用。そっと抜け出そう。はあ、はあ、怖かった。光秀殿、申し訳ございません。乱丸には力を及ばず。いや、思っていたより良い働きを見せてくれたよ。私は君を侮っていたようだね。え？小手調べで乱丸相手にあそこまで戦えれば上出来だろう。これからよろしく頼むよ。はい、承知いたしました。では今日はもう下がりなさい。糸が新城へ案内してくれるはずだ。今日からしばらくここが任地。伊賀の里の忍びとして恥ずかしくない働きをしなくては。そうだ、眠る前にリングの手入れをしておこう。小手調べとはいえ、今日乱丸に負けたのは踏み込みが甘かったから。やはり日々修行が必要。もっと足腰を鍛えよう。昔師匠に教えていただいたことを思い出して。12年前、伊賀の里にて。父上、母上、いつまで泣いているんだ。ママジ殿。泣くだけ無駄だ。死者は帰ってこない。でも涙が勝手に出てきます。だってもう変化の術を教えてくれる父上も、優しく褒めてくれる母上もいない。私は一人ぼっちです。このハマったれが。忍びであれば肉親の死ぐらい覚悟していたはず。俺は物心つく前から親兄弟を失い、お前の年には一人で修行していたぞ。
孤独くらい耐えろ。できません。では勝手に泣きべそ書いていろ。まだ涙は枯れないか。一向に泣き止む気配がないか。仕方ない。いいことを教えてやろう。え？俺が今日から世話役だ。お前は一人ではないぞ。これで泣く理由はなくなったな。嫌か？言っておくが、俺だって甘ったれの世話はごめんだ。だがお前を放っておけば長老に大目玉を食らう。お前の世話も任務のうちと言われていてな。お前がそうやってずっと泣いていたいなら俺は止めない。飢え死んで父母の元に行くがいい。だがもし俺についてくるなら、忍びとしての生き方くらいは教えてやる。5つ数えるうちに選べ、余ったれ。1 2 3 4。待ってください。待たない。わかりました。やっと決めたか、甘ったれ。甘ったれではありません。ん？私の名は蛍です。ふん。では蛍、俺の修行は厳しいぞ。もう泣かないか。頑張ります、師匠。師匠？はあ、俺のことか。ま、好きに呼べばいいさ。俺も勝手に呼ばせてもらうしな、甘ったれ。ですから、私は蛍です。桃地殿が師匠になったあの日から、もう12年も経つ。けれど、数年前、師匠は任務だと言って里を出てしまった。いつかお会いできたらと願いを捨てずにいるけれど、私はこの安土での任務を完璧に遂行してみせます。あなたの弟子として恥じないように。